魔が去る。山王さん、沼津比叡神社。JR 沼津駅南口から東に伸びる山王通りを1キロ弱進むと、左手に鳥居が見えてきます。すぐに神社への自動車出入り口の看板があります。境内に無料駐車場があります。山王通りに面した表参道大鳥居から参拝を始めます。平安時代から900年以上の歴史を刻むここ沼津比叡神社、古くは山王権現と呼び親しまれていました。昔山道は神奈川沿いの旧東海道から続いていましたが、今は都市計画のために道幅も狭く、距離も3分の1程度になってしまったそうです。元禄4年9月28日に滋賀県の義中寺から江戸に向かって旅立ち、ちょうど神無月一月を要した勘定になる。出雲に集合する神々と一緒に旅寝をしていたことになる。そんな心境を詠んだ一句。都いでて神も旅寝の来たずかな。護身牛。自分の傷や病気の箇所をさすると回復する護身徳を授かることができるそうです。比叡天満宮。慶長5年1600年に誕生、昭和61年1986年に再建。御祭神菅原道真公。流れ作りの御社殿。筆塚。使い古した筆記用具を納め供養するそうです。拝殿重ね妻両翼作り。平殿切り妻作り。本殿流れ作り。関白藤原の諸道が亡くなった後に、母源霊氏が永長元年1096年に近江の国日吉大社の御神霊を分祀して創建。お祭神大山久比の神。愛殿大名口の神。大都市の神。御神徳治水植産山林守護増種魔除け国づくり医薬五穀豊穣家内安全厄除け安産病気平癒。境内社の高尾山保見神社。勘定元の保見神社の御祭神受け持ちの神と
こちらの5最新が違うのは不明とのことです。昭和33年1958年に建立。御祭神、宇賀の御霊の御事。源頼朝公の藤巻狩り、大釜のレプリカ。本物は破損してはいますが、宝物庫に保管されているそうです。こちらは本物の大釜。江戸時代の文献にも日枝神社に保管されている旨が記載されています。ソメイヨシノより一足早い河津桜が咲いていました。最後までご覧いただきありがとうございます。